驚いたな。黒の民か。黒の。わからない。そうか。俺はフィエゴ。フィエゴ。その剣はお前のものか。刀身から放たれる気、波の剣とは思えぬ。守っていたのかもな、お前のこと。この剣が。それを持ってついてこい。今のこの世を見せてやる。どうして、一瞬だぜ。目をそらすなよ。
つ。会えない。出番だな。見せてやるぜ。グダグダやってんじゃねえ。
え尽きたって悔いはねえさ。海だ。海。以前、世界は天と地、二つの大地と天。空は晴れた。果てしなく広がった海に無数の島が浮かぶ。それが今だ。どうしてそんな昔のことを。見ろ、今一つの島が邪悪なるものに支配されている。邪悪なるもの、名はエヌマ。過去の歴史を語り、それを批判し塗り替えようとしている。歴史を塗り替える。過ぎた行いだ。人は人の手によって一つ一つ物事を積み重ね、歴史を築く。足跡をたどらせることが導きではない。そう俺は信じている。失われし時を生きた者よ、その剣を振るってくれないか。世界を人の手に取り戻すために。それは間違いなく人々に害をなす存在だと。見極め、それから決めてもいい。分かった、共に行こう。感謝する。そういえば名を聞いていなかったな。ない、いや、呼ばれていた気がする。そうか、改めてよろしく頼む。
魔剣士らしいとこ見せなきゃな。頼むぜ。やってやろう。まだやれるぜ。次はなんだ？出番だな。切り替えですか？Thank you.
リーダー、おかえり。レブ、変わりはないか。何度か偵察らしき連中が寄ってきたけど、うちらにかかれば紙の兵隊みたいなもんだね。そうか、手間をかけさせたな、アビス。あ、そっちの若いのは？偶然であった。何も覚えていないようだが、黒の民の生き残りかもしれん。だから何だっての？生まれがどうでも強いって保証。あんたずいぶんひょろいけど、剣は使える？体術は？それとも何？黒の民様ならではの特殊能力でもあるっての？そう困らせるな。戦闘員でなくとも貢献できることはある。それは僕のことかい？おかえり、フィーゴ。君にはいつも頭が下がるよ。君だって僕と同じ無理のきかない体なのに、みんなのためにあちこちを飛び回っていて。オルエン、人には体力はなくとも、いざという時一番頼りになるのはお前だ。そう自分を卑下するな。君にそう言ってもらえると救われるよ。紹介が遅れたな。ここは俺たち神獣討伐軍の本拠地だ。世界を人の手に取り戻すという信念に賛同してくれた者たちが集まっている。レブ・アピス、ラデルテの泉の守り手、精霊アピスの操り手だ。よろしく。アピスはラデルテの泉から誕生した新たなる精霊の第一号。水や火に分化される前の大元を司る大精霊みたいなことなんだっけ。まあいいや、そんな。アピスを操るには莫大なソウルが必要でね。こう見えてもうちは身に蓄えられるソウルの量にはちょっと自信がある。ちょっとどころではない。俺とレブを比べるよりも俺と常人を比べた方がまだ近いだっけ。まあそんなで、その影響もあってこう見えて大人の年だから。あんたが何者でも構わないけど、足引っ張ったらぶん殴る。レブ、初対面で言うことじゃないだろ。ただでさえ見知らぬ集団に緊張してるだろうし。僕はオルエン、気安く呼んでくれると嬉しいな。討伐軍なんて言っているけど、僕は戦闘があまり得意じゃなくてね。もちろんいざという時は命を懸けて戦うつもりだけど。そうなる前に決着がつくことを願おう。ありがとう、フィーゴ。メンバーは他にもいてね。みんな君を歓迎すると思うよ。そうだな。俺たちは少し話がある。
そのアジトを見て回るのもいいだろう。魔剣士らしいとこ見せなきゃな。頼むぜ。切り替えですか。殺人するなんて。やれるぞ。うせもの探しかい？まだまだやれるぜ。
次は何だ。ちょっとごめん、そこの人。手が離せなくて、そこに落ちてる石を拾ってくれないかな。ありがとう、助かったよ。お礼にその石をあげるよ。投げろ投げろ投げろ。何が槍じゃ、弓矢じゃ。わしが若い頃は石がメインウェポンだったんじゃ。投げてよし、殴ってよし、しかもいくらでも押しておる。石が勝敗を上げたい、それは何じゃ。ルーン魔法はいざ知らず、武器が発達しすぎなんじゃ。殺し合いを効率化して何が楽しいか。余計なことしさてからに許せん、エヌマメ。いや、一概に悪いことばかりではない。確かにエヌマにより授けられた知恵は争いも助長させた。知恵は諸刃の剣、その論には私も賛成する。だが一つ有益なものももたらされた。観念だ。燃え尽きた生命は地のソウルへと帰り、循環の後再誕する。この教えを得たことで人々は死を意識し、それへの向き合い方を考える。観念には罪はない。無論この考え方が全てであると断言するわけではないが、時間の制限を認識して初めて人は今日どう生きるべきかを考える。さればこそソウルを元としたこの死生観により、ようやく歴史の第一歩を踏み出したとも言える。そうは思わないかね。何故口をつむ。同意すればよし、否定もまたよし。さあ申してみようや。悪い癖だね、ルチアーノ。見境なく問答をふっかけるのはよしなよ。レブか。本来であればそなたのような経験を積んだ者と行いたいのだが。ごめんだね、ショーに合わない。合う合わないを己の身で判別することが常に最善とは言い切れぬぞ。あんたの頭でっかちっぷりは長所だとも思うけど、今は控えな。新入りが困ってる。新入り？おほう、そうだったか。俺はすまぬことをした。私はルチアーノ。
見ての通り若くもなく、頭脳を軍事に用いることもないが、ただ施策を巡らすだけの者も組織には必要だろう。お客はいつでも歓迎している。気が向いたら私の部屋へ足を運んでくれたまえ。まあ悪く思わないでよ。言ってた通り、ああいうやつも必要なのさ。あのまだるっこしい言い回しが煙に巻くように人を抱き込む試しも割とあってね。さっきは悪かったね。自分をより大きく見せる、そんな風習をうちもまだ捨てきれてなくって。体が大きい、殴れば強い、そんなやつだけが偉そうにする世界をいいとは思ってない。リーダーの言葉だけどね。会議を先に抜けてきたんだ。初めてだと迷うだろ。うちが案内してやるよ。ついといで。魔剣士らしいとこ見せなきゃな。
だまだやれるぜ。次はなんだ。討伐軍とは言ってるけど、人数はまだまだ少ない。島のあちこちから集めてもエヌマが用してる軍勢には半分も足りていない。だってエヌマは島をほぼ二分していた大部族を引き込んだから。それまで顔を合わせれば争っていたメナスとマニトの二つの部族、エヌマは両族長に力を授け配下に抱き込んだ。町は見た？そう、見ればわかる。島の中心部へ行くほど今まで誰もが目にしたこともなかったような技術で溢れ返ってくる。当然武装も、うちらもなんとか追いつこうと備えてはいるけれど、対等にはなりえない。だから何のかの言ってもあんたが戦えるやつだとやっぱり助かると。まだ完全に同志ってわけでもないってリーダー言ってたか。自分の意思で決めればいい。どちらにつくのか、戦うのか、それとも生還を守るのか、猶予はあまりないかもだけど。てか、うちばっか喋ってない？させろよキャッチボール！こんだけ言われてもまだたんまりったかい？アピス！沈黙がエグい！お前も味わえ！結局喋るのうちだけかよ。ちっ、お前は他人だから言い方をとやかく言う気はないが、アピス、お前は今後努力しろ。うちの話し相手も使命の一つと心得ろ。見てるか？まあいい、成長を急ぎはせん。いずれなれ。
石だぞ。なんで？かくれんぼのゲーム性。あ、ニエル様。気にするな。続けよ。はい。行くのか。あ、すまぬ。なんだ。そなたは本来であればまだまだ王にはならぬ弱いだというのに、我ら一族の未来を一身に背負わせてしまい申し訳なく思っておる。不満は当然ある。だが運だ。生まれた瞬間、運命の決まるものもいる。それが私だっただけのこと。ニエル。逆に考えれば、すべての席は私のみにある。他者に期待し、落胆し、責める必要もない。それは気が楽でもある。子らと過ごしたいだろうに。子は里の子。皆で面倒を見てくれ。それは約束しよう。不満はあるが。私一人だけではない。戻らねば死んだと思う。それが一般的だ。だが俺はそういう常識とか、すぐ忘れる。忘れんな、族長だろ。うるせえ。生まれた瞬間族長ってそんなのなんだ。お前だったら納得できんのか？しないけど。でもユベル自慢してたじゃないか。母体にいる時点で次期族長を頼まれたから引き受けてやったって。何？俺がそんなこと。で油を売っていたのか。ああ、はいはい、お呼びがかかってるのは存じ上げておりますよ先代。ならば。先代。
そうご心配なさらずとも、骨身を惜しまず働きますよ。言っておきます。我が一族に一層の取り計らいをと。それでご満足でしょ。エヌマ様にそしたところでどうなると。俺を選んだのは他ならぬエヌマ様だ。ちょっとやそっとで替えが利くならとっくにそうしてるでしょ。ユベル、頼む。はいよ、戻ってきたら続きからな。あ、いってらっしゃい。魔剣士らしいとこ見せなきゃな。
だまだやれるぜ。次はなんだ。魔剣士らしいとこ見せなきゃな。まだやれるぜ。次はなんだ。